本店営業部八重洲信用金庫は、静岡県八重洲市に本店を置いていた信用金庫である。1908年6月に、八重洲信用金庫の前身である八重洲生産組合が設立され、野号が丸生となる。このため、現在でも八重洲市、藤枝市では丸生と呼ばれるのが主流である。なお、野号のある金融機関は日本では、 八重洲信用金庫だけと言われている。2017年9月1日、静岡信用金庫と2019年2月をメドに、対等合併すると発表した。合併後の新信金の本店は、静岡信金本店に置き、会長には、八重洲信金の牧田和夫理事長が、理事長には、静岡信金の田方和幸理事長がつくことも合わせて発表した。新金の名称や、 合計70点の店舗の見直し等は、設置する合併協議会で検討するとしている。静岡で、新規合併発表相次ぐ浜松と岩田、静岡と、八重洲、朝日新聞デジタル、h t t p w w a s a i c o m articles、ask9131dhk91。 ユーテップブレレーに HTML2017 年9月14日、閲覧。静岡、八重洲両親近合併19年2月目取り次長に、田賀足し。静岡新聞。 http://www.at-s.com スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ 397442.html2017 年9月14日閲覧。新金庫名称及び合併日のご案内について、八重洲信用金庫ホームページ。ありがとうございます。